乳腺繊維選手は、性成熟期の女性の乳房に発生する、良性乳腺腫瘍である。自己触診で乳腺の弾力のあるしこりとして、触れることができる。乳がん検診でもマンモグラフィーで、境界明瞭なる円形糖療像、または粗石灰化を伴う主流として検出されることが多い。繊維選手からがんが発生することは、ほとんどない。 画像診断でガンとの鑑別が困難な例では、選手吸引細胞診やハリ性検による病理検査の対象となる。大多数は未治療のまま経過し平景期を過ぎると自然退縮することが多い。両性病変であり正確な有病率は把握できないが、両性乳腺疾患の中では乳腺症と並んで最も頻度の高い疾患である。 一般的に触値可能な主流は20から30歳以来に多くマンモグラフィーで偶然発見される。非触値主流は40歳代から平経期以後に多い。男性に富可動性良好な乳腺主流として触値される。両側乳腺に複数の主流が同時、または維持性に発生することもある。長径 2cm 内外の種類がほとんどだが、若年者では、 長径5センチメートルを超える大型の繊維選手も認められる。妊娠や授乳期には主流の増大が認められる。閉経期前後では自然退縮し、長径1センチメートル前後の円形内しポップコーン型の石灰化主流としてマンモグラフィーで検出される。周囲の乳腺組織との境界明瞭な円形内し分葉状の病変を形成する。 防水系から細胞系の間質細胞の増殖が主体で不規則に分岐した終末乳管や専用が島状に分布するパターンを示す。間質細胞には稀に大型多形細胞が出現する。乳管上皮は筋上皮細胞とのに相性が明瞭である。月経周期に応じて乳管上皮の機能形態が収縮されるので臨床医には 月経周期の記載を求めるのが望ましい。組織像の多様性に基づいて、管内性、管外性、乳腺症性の三亜系に分類する場合がある。特に乳腺症性、繊維選手は、腺子吸引細胞診で複雑な細胞組成を示す、例が多く、癌との鑑別困難な例もある。乳選繊維選手のような上皮と、肝質細胞の両方が同調性に増殖する疾患では、 どの細胞成分が主要性増殖の主体であるかが問われる。遺伝子再構成などの結果では、間質細胞がタンクローン性、乳管上皮成分はタクローン性という研究結果が報告されている。今後の研究動向に注目する必要がある。ありがとうございます。